シュートは駆け上がろう、夢にまで見た頂点へ。第26回全日本高校女子サッカー選手権、最高の仲間たちと進む青春のラストページは、たくさんのドラマに彩られてきました。ありがとう、本当にここまで導いてきてくれて本当にありがとうございました。素晴らしい、君たちと頑張って一年楽しかったです前回大会女王返り咲きに挑んだ日の本学園、名門率いるキャプテンはかつてない重圧と戦いました。あんなムードで練習してさ、じゃあ B チームがあの練習見て納得するんですかね。キャプテンとして引っ張っていかないといけないのに、今のままじゃダメだなって。先生の期待に応えたい。さあしかしまたサイドのスピードを生かして倉田シュートだ、これはどうだ、追いつくか、追いつくか、入りました。届かなかった、思う。頑張って、ありがとう。大会連覇を狙った藤枝順心、チームの中心は双子の姉妹二人の夢は一つ。二人でトロフィー持ちたいです。最後に最高の笑顔を。スルーしてシュートを打つ、グラウンドのボール。シュート。久保田が決めた。二点目。そして今試合終了のホイッスル。藤枝順心高校は連覇の夢散る。マイとやるサッカーは終わっちゃったんですけど、試合内容としては良かったので、すごい楽しい試合で終われて良かったです。そして運命の決勝、共に初優勝をかけた東西対決、激しく交錯した日本一への思い。運命を分けたのは一瞬でした。ここでキャプテンの村上、シュートを狙っていきます。シュートを狙っていきます。シュートを狙っていきます。また暑い冬がやってきます。全力で駆け抜けてきた3年間、君たちならきっとできる。信じる、仲間を、自分を。高校最後の青春ドラマ全日本高校女子サッカー